ちは。どうも、竹雄です。霊夢よ。マリサだぜ。ゼニリアよ。フランだよ。皆さん、この度はイベント動画の撮影ミス、本当にすみませんでした。せっかくいいアタックがあったのに。今後はなるべく早く撮影するようにします。で、今日は何の動画かしら？今日はありがたいことに、イベント参加者の方からいただいたアタックを紹介するよ。おお、それは良かったんだぜ。サムネにもある通り、かなりの天才アタックでした。ということで、早速見てみよう。編成は？ゴレウィズだね。ゴーレムが4体。援軍も合わせて5体よ。多くのゴーレムでタゲ取りを徹底しつつ、ウィザードとヒーローで進めていく感じね。援軍にスケルトンの呪文が大量に、これはどういうことかしら？どういうことでもないよ。ちゃんぽん。そう、使わずにやっていくんだ。ちゃんぽん。ちゃんぽん語を喋るんじゃねえよ。ちょっとマリサ、ちゃんぽん語って何なのよ。霊夢が言い出したんじゃねえか。意味わからない。受ける、腹立つぞこいつ。どういうプランなの？プランもまたコントロールがすごくて、9時スタートなんだけれど、中に入れるのは12時からなんだ。どういうこと？つまり、上に歩かせていってから中に入れる、ってわけね。そう、その通り。外周カットしつつ歩かせてから入れるというのは、クイヒーなんかでよくあるテクニックだぜ。ただ、見ての通り外周施設が多くカットしにくい配置で、思い通りにルートを作るのがすごいと思ったよ。竹雄が面白い話してくれないし、アタックをそろそろ見ていきたいわね。牛を飼う。さ、見るんだぜ。なかなか面白いダジャレのつもりだったんだけれど。あ、面白い面白い。棒読みやめえ。機械ボイスにそれは求めないでください。メタ発言やめえ。ゴーレムを出して、その後ろからウィザードね。若干隠れているけれど、この辺りはガーゴイルを出すことで、安全にカットできるよ。このまま、アチャクイで壊しつつ上に向かわせるのね。ゴーレムでのタゲ取りを丁寧に。防衛援軍はラバハウンドね。ラバは処理に時間がかかるからなかなか厄介よね。防衛援軍がラバの場合は、弾けた後のパピーの方が厄介だから、ポイズンを少し遅れてかけるといい感じに処理できるよ。あら、ポイズン使わなかったわよ。普通は使いますが、全スペル残しをする気ね。これは初見の村のアタックだったからポイズンを持ってきていたけれど、本人曰く、すべてスケルトンで行ってやりたかったらしいです。さあそして、丁寧なタゲ取りとサイドカットの繰り返しで、綺麗に中に入ったぜ。今更ですが、2倍速の動画で保存していたようなので、2倍速でお送りしています。いや今更すぎるわ。ババキンはあえて、残ってしまう左側外周に流してあるわよ。今回の配置は特殊で、外周にも防衛施設がたくさんあったね。そして、対空砲が残っているが関係なしと。ドヤスペル来るぞ。ドヤスペルが来るまで10秒前。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、ちょ。素晴らしいんだぜ。素晴らしいアタックでした。ということで、今回は X ヒデオさんのアタックを紹介しました。え、今日は一本でおしまい？編集時間取れてないので許してください。竹にの都合かよ。それでは次回もまた、今度は生放送のアーカイブから、解説できそうなアタックを探してきます。ぜひご覧ください。それでは、ご視聴ありがとうございました。